どうもタッカーです。 MLB The Show 19やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、つい先日ヤンキースの OB のデレク・ジーター選手が殿堂入りしたということで、それを記念して選手作成モードでデレク・ジーター選手をね作ってみようかなと思います。でちょっと意外だったのが、このザ・ショー19にデレク・ジーター選手って全く出てこないんですよね。結構レジェンドの選手たちってこのゲーム出てきたりして、まあチームに入れたりとか、ダイヤモンドダイナスティとかっていう、まあ、オンラインのモードでそのレジェンド級の OB とかカードで登場するので、それを買ってね自分のチームに入れたりとかっていうのはできるんですけど、デレク・ジーター選手はね、まあ、僕が見た限りでは全く出てこなくて、ちょっとねそれが意外だったんですけど、まあいないんだったら作るしかないということで今回作ってみました。ちょっとねその作成の様子を見てもらってから実際にねまた対戦をねさせていこうと思います。であらかじめ言っておくと、今回は参考にした能力データっていうのが特にないので、まあ、僕の独断と偏見で能力値は決めてます。僕の中でジーター選手これぐらいはあるだろうっていう感じで能力をねつけてみているので、まあ、そこら辺はねあらかじめご了承くださいということで、じゃあちょっとね作戦の様子どうぞ。ということで作成したデレク・ジーター選手を早速ヤンキースに入れてね試合やっていきたいと思います。ちなみにね能力値はこんな感じですね。まあいろいろあると思うんですよ、似てる似てないとかねあると思うんですけど、結構ねもうこれが僕の中での限界だったので、そこは勘弁してもらえたらなと思います。さあじゃあね早速試合に行きましょう。さあでは試合やっていきましょう。今回はヤンキース対アストロズの試合をねやっていこうと思います。でやっぱりねデレク・ジーター選手誰と戦わせたらいいかなって思って、球界最高峰の投手がいるねチームがいいかなと思って、今回はヒューストン・アストロズにいるゲリット・コール選手、まあこの選手2020年からねヤンキースでプレーすることが決まった選手なんですが、今回はねまだアストロズにいるゲリット・コール選手とデレク・ジーター選手をね対戦させていこうと思います。さあ行きましょう。お、早速初球打ち。第1打席は凡退で終わりましたね。さあジーター選手の2打席目になります。でもやなんかこうやって見るとまあまあ似てない？いやなんかねこんな対決現実世界ではね見れないのでなんかいいですよね。で一応ねジーター選手作ったジーター選手の年齢が28歳の設定にしていて、でゲリット・コール選手も実は28歳なので、まあ、同年代対決という感じになりますね。さあ 1-3 ですね。ジーターにとってはバッティングカウント。さあ
おお、フォアボール。さあこれでヤンキースが1点追加になりましたね。いやー、なんかせっかくだったら打ってほしかったですけどね。さあジーター選手の第3打席になりますね。まさかの展開が起こりまして、ゲリット・コール選手がねノックアウトになりました。いやちょっとこれは意外な展開だったな。まあでもせっかくなんでね、後続のピッチャーとも対決させていきましょう。さあ、ちなみにね、アストロズのね2番手のピッチャーがアーロン・サンチェスですね。お、あー、ファールか。He was able to foul that one off, but you could tell he was definitely late. That breaking ball. And we'll have to leave it there. This is 三振か。さあ、ジータ選手の第4打席目かな。ランナーは一塁にいる場面ですね。あ、ツーアウト、うん、ツーアウトでランナーが一塁にいる場面だね。いやーにしても角度によって全然似てないなと思う時もあるし、まあまあ似てんじゃんと思う時もあるな。さあ2球目。アウトコース低めに外れてボール。カウントワンエンドワン。さあ第3球目。お、ランナー走った。おー、セーフ。Well, some may say that's a questionable steal with such a big lead, but to me, it's still too early to worry about disrespecting the other team. I've seen leads like this disappear, so they're going to keep trying to pile on. これでワンストライク、ツーボールですね。お、あー、サード正面。ヒットはお預けでしたね。悔しがってんな、ジーター。さあジーターの第5打席目かな。うん、ちなみにですね、相手のアストロズのピッチャーピッチャーがクリス・デベンスキーっていうピッチャーですね。うん、いやー、ヒット1本ぐらい見たいね。打ってほしいなー。おー、2ストライク。早くも追い込まれたか。ヤンキーショートストップビハインドインザカウント1アンド2。I love a well-executed change-up, especially one down in the zone. The only problem throwing it in that situation, you leave that belt high or miss your spot just a hair, and you could have some problems. Roll slowly. さあ、ツーストライク、ワンボール。The one, two. Fouled away. いや、ちょっと流し方向にね、ジーターらしいヒットを見たいな。さあこれで2ストライク、2ボール。They just kind of foul off some good pitches. They lay off the pitches just off the plate.
This is every pitcher's nightmare. A guy that's up there with a plan and not just up there swinging at anything. 明らかなボール球。これでフルカウントか。さあどうだ。ああボテボテのセカンドゴロ。残念ながらヒット出なかったね、ということでヤンキースが勝利しました。いやまあ残念ながらね、作成したデレク・ジーター選手がヒットを打つことはなかったんですけど、まあ、でもゲームの中とはいえ、ね、こうやってジーター選手をヤンキースに入れてね、今回プレーさせることができたんで、僕個人としてはめちゃめちゃ満足です。はい、ということで、今回は殿堂入りが決まったねデレク・ジーター選手を作成して試合でね使ってみました。まあ、もしね作成したジーター選手、いや似てたと思う人はぜひね高評価、チャンネル登録、そしてコメントもねお待ちしております。ということで今回はこの辺にしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた。